少年が初めて目があったんだけど、幼少期の時の自分にそっくりだった。あと最初幼稚園を作った時に、デビッド本当格好作ったね、次何してくれるのって言ってきて、うわしまった、何かやってもらって当たり前の空気作っちゃったと思って。こんにちは、タレントモデルのムロです。アチャプロジェクト代表まこちゃんです。映像作家絵本作家のライトです。スリーフラックスです。はい、はい、今回も、矢野デイビッドさんのお話聞きつくつ、僕らもいっぱいお話をできたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、今回はですね、あのエニジーの活動を、まあ、どういった活動をされてるのかっていうことと、あとその始まりとか、あの思いなどもお話しいただけたらと思います。あ、よくです。はい、ありがとうございます。自分が全く本当は NGO とかその社会貢献に全く興味なくて、むしろイケイケの時代20代だったんですけど、そのガーナに戻ってその自分のルーツを知りたいって、自分のルーツって何なんだろうっていうふうにこう思って、何年かに1回ガーナに帰るようになった。2回目ぐらいの時にその2ヶ月ぐらい向こうで生活をしてみて、でみんなで首都のアクラの方でテラス席でご飯を食べていたんだけど、その時になんか後ろからお金ちょうだいって言ってくる少年がいて、でもなぜかその僕ら以外にもいろんなお客さんがいるはずなのに、いつもなんか僕にだけ、ねえねえお兄ちゃんお金ちょうだいって言ってきた。で僕はお金あげないからチンキなって言ってずっとあしらってて顔を見なかったんだけど、あまりにもしつこいから次来たら面と向かって脅かすようにお金あげないって言ってるだろうって大人げなく言ってみようと思って、で実際に来て、いやだからお金あげないって言ってるだろうって見た時に、その少年が初めて目があったんだけど、幼少期の時の自分にそっくりだった。特に日本に来たばっかりの6歳の時の自分にもう激似で衝撃を受けて、タイムマシンにあの時の自分が何かのメッセージを伝えに来たんじゃないかなって思ったぐらいの衝撃で、全ての孤独や苦労や苦しみや悲しみはこの子供に出会うためだったんだって。あ、そっか、だって今話をこの子と向き合っててどんだけ孤独か、彼の方がきついよ。やっぱね、6歳でもうすごく分かりやすい言葉で言うとストリートチルドレンみたいな感じの、でもそれでも僕はこの子の気持ちは孤独は分かる気がするし、この子の孤独と向き合える自信があると。そっか、今まで人生の中でずっと積み重ねてきた孤独や苦しみや悲しみ、理不尽なものは全てこういう子供たちを守る大人になるために授けられたものなんだって信じれちゃったの。これはもう運命だなと思って、よしこれだと思ってスイッチが入っちゃった。それで日本に帰ってきて、その時はまだあのパーティーボーイさなかですよ。でその帰ってきた一番最初のパーティーにみんなをいつもの仲良しを呼んだけど、ガーナに行ってこういう少年と出会った。今までずっとこうやって遊んできたけど、俺なんか自分の運命を一つ見つけた気がする、こういうことをやりたい。でも NGO にとか社会貢献に興味を持ったこともない、どうしたらいいかも分かんない、頭も良くないって、社会の仕組みも分からないって、みんな俺の思いに力を貸してくれって言ったの。でも普段はもう本当に遊ぶだけの仲間なのに、みんなよしデビッドやろうぜって言ったの。でみんなやっぱ最初のイベントとかなんとか10人20人集まりましたとかってやってるの。で当時本当 SNS とかあんまない時代なのに、一番最初のイベントであのファンドレイジングイベントで100人以上来たの。で、まあ、それで続けてって、で学校も作ったりしたんだけど、やっぱ最初幼稚園を作った時にその学校の先生たちが来て、でこっちはガーナに行ってわざわざ感動しに行ってるわけ、やっとできたものも大変だったからさ。そしたらなんか学校の先生がこう水を差すように来て、デビッド本当学校作ったね、次何してくれるのって言ってきて、うわしまった、何かやってもらって当たり前の空気作っちゃったと思って、一番いかんやつじゃんと思って、うん、だけどその失敗はもう素直に受け入れて、次は 本物を作るぞみたいな。で何やったかというと、その学校建設とかいろんなことに関しても現地の人に全部投げりました。で次中学校作ると決まってて、これは最高の学校作るから、ただ予算はこれだけ、どうやったらできるか自分たちで考えてって、できないよとか難しいよって言われたけど、できるでしょって、なんで私だけ苦労しなきゃいけないのって、それがぶつかるようになって、最初の頃はその頃は中学校を作り始めた頃はもう結構学校の先生に避けられてて、もうバッチバチだったから。 でも先生たちがすごくぶつかっていく中で、
本当の意味で学校を作るってどういうことなんだろうっていうことを彼ら自身が考えるようになって、めちゃくちゃ頑張って議論し合うようになって、でその結局州で一番優秀な学校までになっちゃうんだよね。それすごいなみたいな。でもここで思ったのは、やっぱり最初の志ってすごい大事だなと思って、みんなって多分学校作れたらすごくないと止まっちゃうと思う。作り放題結構ね、作って終わっちゃうもん。いや、そうだけど、うちの父親ってガーナで野口医療研究所を作った人なわけで、その ODA っていう、その日本が政府がお金出してその開発途上国とか後進国とか、まあ、どういう言い方はいろいろあると思うんだけれどに対してお金を送って何かを作るっていうのはずっと見てきたわけで、学校を作るってことが父親にバレた時に呼び出されて言われたのが、あんなの全部偽善だって。 お父さんはいろんなのを見てきたけど、ほとんど全部3年5年10年経ったら全部倉庫だよ。そんな偽善のためにお前は自分の人生を無駄にするなって、ふざけたことやってないでさっさと自分の人生のために生きろって、すごいきついこと言われて、でもそれ言われたことによって、そうか、確かに学校を作るだけじゃ意味ないなって、本当に意味のある学校を作ればいいんだって思うようになったのが一つで、もう一つは幼稚園を作ってる時に、その年上の人で、そのすごい仲良かった人で、月収が多分十数万の人がいたの。その封筒渡されてちょっとしかないんだけど、僕はちょっと貯めてきたお金って言ってだ、できっと3000とか5000だと思ってたから、ありがとうございますって言って、ありがとうございますって、でお家に帰ってからお会計するときに、あ、何千円かなと思ったら8万円ぐらい入ってたの。いや、だって自分の月収が十数万の人がエニジェのために8万入れてるわけ。こんな重たいお金のためにただ学校を作ればいいなんてことは絶対にできねえなって思ったの。必ずこれが1円だろうと8万円だろうと何だろうと、このプロジェクトに賛同してくれた仲間たちのお金が全て1円残らず報われる100倍の価値になるぐらいのプロジェクトに絶対してやろうっていう、その情熱にも駆り立てられて、本当にいい学校を作ろうと思って、それでガーナに行くたんびに先生たちを揉めてたわけで、今度ガーナの方がそうやって表彰されるようになってくると、日本でやってる我々の活動って本当に彼らに報いてるのかっていうことも生まれ始める。よしって、ある日突然みんな集めて、僕は無茶言うんですね。アジスタでフットサル大会やろうで、やったら実際にこうアジスタでこうなんとか無事に、いろんなトラブルがありましたけど、こう3年か4年連続ぐらいでアジスタでやることになって、そうで毎回ね50チーム以上5、60チームぐらい集まるようになって、で実際それで中学校もすごいいい感じになって、でそういう活動をずっとしていくみたいな、まあ、それが主にエニジェの活動ですね。はい、ガーナに行くって決めたちょっと前の話がハーフの話中に出てて、3週間後に行ったっていう話があったんだけど、ちょっとそこもルーツが混ざってるなと思った。ちょっとそこも少し聞かせてもらえたら嬉しいな。なるほどね。いや、そのやっぱこう20歳を超えて自分のもう一つのルーツにこう興味を持つようになったんだよね。やっぱ日本でやっぱ生きてて、やっぱよく差別されてたしね、こう通り過ぎざまの車が引き殺しそうになって、こっちのことをねグーンって来て、あぶねーみたいな、ウィーンって窓開いて、おい国帰れとかって言われたりとか、まあ、正直もう死ぬほどあった、そんなこと。そうするといちいち自分がこの国では受け入れてもらってないのかなとか、僕はやっぱ日本人じゃないのかなっていうふうに思わされて育っていったわけでも、憧れるので、僕は見た目がこうかもしれないけど、中身は日本人として育ってるわけだから、何を考え何を思っててどういうふうに僕を見てるか全部わかるわけ。僕はその憧れとして、いつかみんなが誰いる、その世界で存在してる人がみんな一人の人間として見てくれる日を一日だけでもいいから過ごしたいって、もしかしたらこの肌の色なのかなと思ってガーナに行けば、じゃあ自分は一人の人間として見てもらえるんじゃないかなってガーナに行った。ところがガナに着くと、そうみんな僕のことを見るんだよね。でタクシー乗って、あのみんな僕のこと見てるけど、僕はガナ人に見えないのって言ったら、君ガナ人じゃないでしょ。え、なんでわかるの。いや、どう見ても君はガナ人じゃないって言われて、すごいショックを受けて、日本でも外国人としてそういうふうに経験を積み重ねることになって、ガナに行ってもそんな悪いことは思いは全然しなかったけど、ここでもみんなの中で外国人なんだ、僕は何人なんだろうっていうのがすごく強くあって、
そうだけどやっぱその旅の中で最後はやっぱりこう自分はそのなんだろうな、日本人として生きる必要があったのかなって、ガナ人として日本人として両方として何かしらの形で迎え入れてもらう必要があったのかなって、その何かの枠に当てはまらないことも別に悪いことじゃないし、それも一つの人生なんじゃないかと思ったの。その何かの枠じゃなくて自分の一人の人生をしっかり自分でこれから構築していこうと思って、あ、じゃあもうこれは日本人とかガナ人じゃなくて一人の地球人として生きていこうと思って、そう覚悟を決めたのがやっぱガナに行ったことがきっかけで、 そこで自分のアイデンティティが一つしっくりきちゃったんだよね。今は何人としてはあまりない話の中で、まあ、日本人だけどっていう話もするし、いろんなことは言うけれど、時にはその枠がそのフレームが人を苦しめるからね、人にとってはそれが苦しいもの、狭苦しいものになっちゃうんだよね、うん、なのででもなんか本当にその私はなんか比較的そのミックスの方とか小学校の頃もいたし、それでもなんか中国とか韓国とかフィリピンの方が多かったんですけど、でもなんかみんなで普通に転校生として途中から入ってきてもなんか日本語が喋れないとかも気にしたこともなくて、私たちは関係なくひたすら喋りかけてたり、なんか言葉も分かんないのに毎回一緒に遊ぼうよって誘って遊ぶから、その子もなんとなくいるんだけどこれ分かるとかって言って、なんかこう馴染めてるその環境があったから、そこを深く考えたり捉えたことがなかったんですけど、でもやっぱりそういうふうにあの発信してくださる方がいて、たくさんの方がこういう部分があるんだよ変えてってっていう声があの今につながってるんだなっていうのを思った時に、自分自身も児童養護施設だったりそれこそまあミックスのことだったりとか、まだまだ足りてない部分ってこの世の中たくさんあって、で活動したり発信すればすること、今のこの自分の行動に何の意味があるんだろうってふと悲しくなったりとか疑問に感じる瞬間もあるんですけど、やっぱり今こうして変わってる姿をなんか見せていただいてるっていうのも勝手にというか、なんかさらに勇気をもらって、私たちも10年後とかもっと児童養護施設とかいろいろなこの子どもたちの育つ環境とか良くなってるとこを目指したいなっていうふうに思いました。はい、なんか戦うことの強さ、それこそ小学校の先生が戦えってファイトだって言った時のあの言葉まだ残ってんじゃないかなってなんか若干思ってて、なんか人とぶつかるってすごいエネルギー必要だし、活動する上でここを成し遂げるために正直摩擦が起これば起こるほど心も消費していくし、摩擦起こるって疲れちゃうんだけど、何のためにやってるんだってその思いが強かった分、人を変えるってすごい難しいんだけど変わっていくんだなって思ったの。その人たちが変わって子供たちのためにやるんだってなって、で変わった人たちを見て今度ネイビーも変わんなきゃって思って、なんかこの変化がすごい面白いなって思ったんですよ。だからなんか活動するのにもあたってすごい綺麗事にいかないしスマートにいかないことたくさんあるんだけど、何のためにやってるんだろうっていうビジョンをみんなと一緒に共有してしてたからこそ、そこにちゃんと次にバトンがつながったんだなっていうふうに思いました。もう一つはやっぱりお父さんの経験値からやっぱりたくさん見てきたけど、やっぱ箱だけ作って倉庫になるようじゃダメだっていうものをお父さんなりにこう伝えてくれたっていうのがすごい説得力もあるし、やっぱり本当に現地を見てきた方なのでっていうところもあるし、すごく大事なのはやっぱり魂を入れることなんだなっていうのを、人を育てるって全然イメージすらできないところだと思うんですよね。なんかそれを実現されたっていうのは本当にもう何だろう、僕たち同じことできるかなっつったらもうなんか絶対できる気がしないなっていうことをされてるなっていうのが素晴らしいなと思いました。本当にいいお話聞けたなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で実は今回で最終回かなとは思ったんですけど、実はまだまだですね聞きたいことがありますので、もう1話ちょっと延長戦をはいしたいと思いますので、次回もぜひ見てみてください。はい、ではまた見てね。